今日のくだらない話、今日の、ああ、あるよ。俺の今日のすごいくだらんかった本当にくだらんけど聞く。でもちょうどいいよ。うわ、くだらんわぐらいですごいちょうどいい話がある。結構さ、なんか俺今タイにおるっちゃうけど、なんかタイってバイクのルーチャ、バイクタクシーっていう、なんかタイ人のバイクの後ろに乗るタクシーが結構頻繁に通っとって、結構よく使うっちゃうね。それ結構バイタクって普通の原付にさ二ケツやけん、その運転手のゴミ収集のトラックが来とる。ゴミ収集のトラックがうちの斜め前のゴミを回収しようって、すごいタイミング。俺が今からさ、臭い、くっせえ、くっせえ、くっせえ、すごいくせえ、全然話せない、すごく臭い、おかしい、何で、なんで、すごい臭い、とんでもないな。行ったわ、よし。まあ、タイに乗って今ね、まあ、仕事でタイに寄るんやけど、バイクタクシーっていうね、このタイ人の人が運転するバイクのケツに乗ってあちこち走り回る移動手段が結構ベターなんやけど、まあ、まあもちろんバイタクっていうけん原付の後ろに俺が乗っとんだけどね。ってことは俺の顔の前には運転手の後頭部があるわけで、運転手はヘルメットかぶってるわけよね。でこれなんかバイタクの問題なのが、まあまあスピード出すわけ。アベレージ多分60ぐらいって乗って、普通にトップスピード乗っとうときとかは全然80キロとか90キロブワーン出とうわけよ。だけまあまあのスピードっちゃうね。結構体感もうわー結構スピード出てるなーって思うわけよ。でそう、その80キロとかから信号が変わったらブレーキ踏むけん、わかる、ドゥーンってなるわけよ。でこうドゥーンってなるときって体に重力がかかるけん、ちょっと前のめりになるわけよね。で今日結構スピード86キロが出とって、結構直線をブワーン走っとったっちゃうね。で前の信号が突然パッて変わったっちゃう、ペッて変わったけん運転手ブーンってブレーキ踏んだよ。でブレーキ踏んだことによって俺の体に重力がかかって、運転手のあの後頭部とゆっくりキスした。こうシュッてで俺バレるの気まずかったけんチューしてない顔しとった。だってなやろうと思って、これ何と思ってたの、 G のせいでゆっくりとタイのおじちゃんの後頭部にキスさせられた。許せんマジで、チュッてマジで、なんなんあれ理系アプリ出すのに最適すぎる話、もう変なタイトルつけんな、まあ、勝手に変なタイトルくだらんかったやろな、別にドキドキもせん、くだらんけ、いやもうドキドキするとかせんとかすらない、くだらんすぎて、なんやこれと思って一人でちょっと面白かった。うわ俺チューしたわ、そんだけな、くだらんかったやろ。6時やね、じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした、じゃあみんなお疲れね、バイバイ。